こいつはすげえ。ご機嫌そうな奴らばかりじゃないか。お前たち最高だぜ。おお、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶すんげえ上手なやついたぜ。ガエルさん、こっちの後ろの方だ。1列目の通路側だな。なんか白っぽいのをさ、大事そうに抱えてる人だ。こんにちは。こんにちは。うん、名前を教えてくれるかい。ケンタです。ケンタ、渋い名前だぜ。いや、ケンタさん、ウミガメの挨拶すんげえ上手だったんだよな。あ、だから前の方にいる子供たちにお手本を見せてやってほしいんだ。準備はいいかい。行くぞケンタ、最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手だ。ケンタ、ヒレがしなやかに上がってたぜ。よし、ガイルさん、今度はじゃあこっちの前の方に行こうかな。2列目の端っこから2番目なら、大人に挟まれてる子供と話をしてみよう。こんにちは。お、挨拶できた、嬉しいぜ。隣はパパとママかい。シサナです。シサナ、名前教えてくれてありがとうな。あ、じゃあちょっとママと話をしてみるかな。ママ、こんにちは。うん、ママ、もう一回その子の名前教えてくれる？ヤス・サラです。ヤス・サラ、よろしくね。ママの名前なんて言うんだい？ヤス・リナです。ヤス・リナ、よろしくね。あ、ちょっとさ、ヤス・リナに聞きたいことがあるんだけど。ヤス・サラからあれはなーに、これはなーにってたくさん質問されたりしないかい？します。わあ、そうか。いや、うちの息子のスクワートもそうなんだよ。ヤスリーナ、俺たち親同士ばっちり気持ちが、通じ合ったようだな。いや、教えてくれてありがとうな。ヤスサラもありがとうな。パパ、ごめんな。いや、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。で、パパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって。でも俺は何にも答えられなかったんだ。だからみんな、俺に人間のことを教えてくれないかい。協力してくれるならヒレを上げてくれ。どうだい。おお、上げてくれてる、嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。おお、ケンタ、さすがだな。よし、スクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるのって聞かれたんだ。食べ物食べる人、ヒレを上げてくれ。どうだ、食べ物食べる人。食べないやつもいるんだな。おお、じゃあガエルさん、後ろの真ん中の1列目の通路から2番目だな、白い甲羅で頭に茶色いハマグリが2個乗ってる人だな。こんにちは。こんにちは。名前は何て言うの？ルナです。ルナ、よろしくな。あ、ルナのさ、大好物ってなんだい？オムライスです。オムライス、おお、海の中じゃ聞いたことねえな。そのオムライスってのはどういう食べ物？パパ、ご飯に卵がなんかあった。卵？おい、みんな卵を隠せ。ルナ、俺たち卵から生まれるからな。冗談きついぜ。あ、じゃあルナさ、ちょっと肩ひれを上げてくれるかい。俺の言ったこと真似してくれよ。いくぞ。卵は宝。卵は宝。餌じゃない。餌じゃない。よろしく頼むぜ。みんなルナに拍手だ。お前たち最高だぜ。よし、今度はみんなの番だぜ。俺に質問のあるやつはヒレを高く上げてくれ。どうだい、質問のあるやつ。クラッシュ、お前の子前質問あるみたいだぞ。おお、ありがとうな、ハンク。じゃあガイルさん、こっちの前の方の2列目の端っこから3番目だな、子供がヒレ上げてるぞ。こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい？ジュンです。ジュンでやってる？合ってる。合ってる、よろしくな。俺に聞きたいこと何？もじっこしたことありますか？
いやジムまだ子供だからさ、そういうのに興味津々なんだよな。いやでもクールな大人っていうのはさ、そういうのに応えないもんなんだぜ。いやジムもさ、クールな大人になってくれるな。みんなジムに励ましなくしな。お前たち最高だぜ。よし、赤に質問のあるやつひれ上げてくれ。どんな子だ。ああ人間も子供っていうのはそういうのに興味津々なんだな。あ、じゃあ今度はこっちの前の方だな。今度はさ、3列目の端っこで青い甲羅の子がひれ上げてるな。こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい。ゆかこです。ゆかこ、よろしくな。質問何。クラッシュは友達何人ぐらいいますか。お、たくさんいるぜ。俺がそんな孤独な亀に見えるかい。海の仲間みんな友達だぜ。あ、じゃあそうだな、ちょっとみんなを呼んでみよう。おいみんな、こっちで遊ぼう。今忙しいみたいだな。いやでも楽しい質問だったぜ。みんなゆか子に拍手だ。お前たち最高だぜ。おお、そうだ、スクワートにもう一つ聞かれたことあったんだ。さっきスクワートがビーチでこいつを拾ってきたんだけど、何に使うのか全然わかんねえんだ。これ何に使うのか分かるやつはヒレを上げてくれ。あ、分かる。じゃあカエルさん、こっちの一列。こうやって使うんだな。聞かずに分かったぜ。いやー、これもみんなのおかげだ。お前たち最高だぜ。よし、赤に質問のあるやつひれ上げてくれ。後ろの方のやつも遠慮すんだよ。どう？うん、で今度はどうしようかな。じゃあ今度はじゃあ後ろの真ん中に行ってみようかな。じゃあ4列目の通路から2番目だ。頭にさ、キラキラした丸いホタテ貝が2枚乗ってる人だ。こんにちは。こんにちは。ん、名前なんていうの。キキです。キキ、質問は何だい。ヒレを上げすぎて肩が回らないんですか。そうだな、俺泳ぐの得意だからな。こうやってるとさ、全然そんなことにはならないぜ。お、キキはさ、肩凝ったりするのかい。います。あ、そうか、じゃあキキもさ、こんな感じでさ、ヒレを動かしてみて。いっちりいっちり。あ、そんな感じだ。こうやるとさ、肩なんか凝らなくなるからな。頑張ってくれよ。あ、みんなキキに拍手だ。お前たち最高だぜ。なんだこの音。ハイドロフォン壊れたか。ハロー、ハロー、おーメリー、行っちまった。おいメリー、クラッシュ、やーやーメリー。そうだな、得意のエコロケーション見せてやったらどうだい。見てて。うー、何か見えてきた。うーわー、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。あー、じゃあメリー。耳が4つ、一体何のこと言ってんだ。あー、わかったぞ。卵を宝って言ってくれたルナの頭に乗ってる茶色いやつだよな。メリー、あれ耳じゃないぞ、ハマグリだ。エコロケーションってクールだよな。人間もできるかな。おお、そうだ、あいつにやってもらおう。ケンタ、君の出番だぜ。エコロケーションで俺のヒレが何本上がってるか当ててくれ。まずさっきのベリーみたいに両方のヒレを頭の横に当てて目を閉じるんだ。そう、そして下を向くんだ。下向いて、俺がいいぜって言うまで絶対に目開けんなよ。隣の人、ケンタがズルしないよう見張っといてくれよな。そこから、うーだ、せーの。静かにしてくれ、目閉じたままだぞ。俺のヒレは何本上がってる。1。ケンタ見てくれ。正解だ、みんな拍手だ。カイユン、カイユン、カイユン、
にいるみんながお前の質問に答えてくれたぜ。すごい。だろう。お前たち最高だぜ。みんなうまい。さあ家族が呼んでる。今日はみんなと会えてとっても嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう。話ができて楽しかったぜ。また話そう。